こんな奇妙な魚を食べるのか？ハリーポッターシリーズで個性派な悪役を演じたトム・フェルトン。彼がアジアで体験したうなぎ料理についての衝撃的なエピソードが海外で話題になっています。日本でも土曜の丑の日などでおなじみのうなぎ料理。ですが1970年以降、日本の天然うなぎの価格は上昇し続け、今では 1kg 5000円以上もするのだとか。これに乗じて中国産うなぎが日本でも安く販売されるようになりました。しかし皆さんは中国と日本のうなぎ料理が全くの別物であることをご存知でしょうか。映画ハリーポッターでマルフォイ役を演じたトム・フェルトンは中国と日本のうなぎを食べた瞬間絶句したそうです。彼を驚愕させたうなぎ料理とは一体どのようなものだったのでしょうか。今回はトム・フェルトンが体験した中国と日本のうなぎ料理に関する衝撃的なエピソードとそれに対する海外の反応をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。トム・フェルトンの知られざる素顔。ハリー・ポッターのキャストと聞いて皆さんは誰を思い浮かべるでしょうか。主人公を演じたダニエル・ラドクリフをはじめ魅力的な同級生や先生たち。しかし数多くの愛らしいキャラクターがいる一方で嫌われ者の悪役キャストがいるのも事実です。例えばトム・フェルトン、彼は7歳の頃から子役として活躍しており、ハリーポッターシリーズのドラコ・マルフォイ役で一躍有名になりました。華やかな芸能界に身を置いてきたトム・フェルトンですが、実際の彼は有名人であることを鼻にかけない謙虚で気さくな性格だそうです。撮影現場では素晴らしいスタッフや偉大な俳優たちに囲まれ、僕は天狗にならず謙虚でいることと感謝することを学んだんだと彼は後に語っています。役柄であるマルフォイとは全く違う彼の控えめな性格が垣間見えますね。また彼は歌唱力も高く、さらにスポーツも万能です。しかしそんな多彩な彼の人生も順風満帆ではありませんでした。その大きな原因は彼を一躍有名にしたマルフォイという悪役の影響です。この悪いイメージが定着しすぎて彼は日常生活でも辛い目に遭っていました。ハリーをいじめるな、名前をマルフォイに変えろなどという理不尽なクレームの手紙や誹謗中傷メール。真剣に仕事に打ち込んだ結果こんな悪意を向けられるのはどんなに悲しいことだったでしょう。しかしトムはこんな状況でも素晴らしい対応を見せました。僕を本当にドラコだと思っている子供たちがいるのは光栄だよ。事実を言って子供の夢を壊すのはサンタの存在を否定するのと同じだからね。彼はそう言って役柄と自分を混同する人たちにも寛容な姿勢を貫いたのです。しかしそんなトムの人柄とは裏腹に悪役マルフォイの影響力は凄まじかったようです。街では子供に泣かれ、見知らぬ人からは暴言を吐かれ、挙句の果てには SNS に殺害予告まで飛び出す始末。嫌われ者のイメージが先行し、学校でも居場所をなくしていたそうです。そのため、彼はハリーポッターのプロモーション活動を一切してきませんでした。しかし、シリーズの人気上昇に伴い、彼も逃げているわけにはいかなくなってきます。2009年、ハリーポッターと謎のプリンスのプロモーションで、トムは東アジア担当として初めて中国と日本を訪れることになりました。そして彼はそこで、人生が変わるほどの体験をしたのです。トム・フェルトンの苦悩、中国での過酷な試練。まず、中国を訪れたトム・フェルトン。そこで彼を待ち受けていたのは、悪意に満ちた誹謗中傷でした。空港へ着くや否や、帰れ帰れと英語や中国語で罵倒されたのです。映画のプロモーションで訪れているにもかかわらず歓迎ムードなど全くありません。集まった人々からは石やペットボトルを投げつけられたといいます。彼は散々な目に遭いながらもプロとして仕事を全うすることだけに集中しました。しかし中国での苦い体験はこれだけで終わることはなかったのです。なんとかプロモーションを終え、ほっと一息ついたのもつかの間、彼は中国人スタッフに現地のうなぎ料理を出すお店に誘われました。日本人が想像するうなぎ料理は、蒲焼きやうな重など焼いたものが一般的ですが、中国やヨーロッパなど世界の様々な国でもうなぎ料理は存在します。トムの母国イギリスにもうなぎをぶつ切りにして煮込み、冷やし、固めた伝統料理があります。彼はこのうなぎのゼリー寄せが大の苦手でした。
そのため気乗りしないものの、彼はスタッフの勧める中華料理店に向かいました。しかし次々と運ばれてくる料理は、辛くて刺激が強いものが多く、イギリス人の彼の口に合うものは、なかなかありませんでした。そしてついにうなぎが運ばれてきました。そのビジュアルは、イギリスのゼリー寄せとは違い、醤油のようなもので煮込まれていたそうです。とりあえず見た目に安堵したトムは、これなら大丈夫かもしれない、と、うなぎを口に運びました。しかし次の瞬間、底知れない不快感が体中を駆け巡ったといいます。口の中に妙な弾力と生臭さが広がったのです。それは小さい頃、彼が湖で溺れかけた時、口に入ってきた泥と同じ匂いだったそうです。そしてトムは思わずそのうなぎ料理を口から吐き出してしまいました。それを見た中国人スタッフは、とても嫌な顔をしたそうです。すみません、今日はずっと体調が悪くて。なんとかその場をやり過ごして食事を終えたトムは、疲れ切った様子でホテルへ戻りました。本当に辛かった中国での過酷な体験。トムは一刻も早くイギリスに帰りたかったのですが、そうはいきませんでした。日本へと向かうスケジュールがすでに決まっていたのです。トム・フェルトン、日本のうなぎに感動。来日前からトムは気持ちが落ち込んでいました。どうせ日本でも悪意を向けられるだろう。実は中国での対応以前にずっと心に引っかかっていたことがありました。悪意ある手紙やメールの多くが中国や韓国からのものであったため、東アジアの人々は自分を受け入れてくれないと思い込んでいたのです。きっと日本も中国や韓国と同じに違いない。そんな気持ちのまま日本の空港へ降り立ったトム。しかし待ち受けていたのは彼が予想だにしなかった日本の対応でした。トムが現れた瞬間、多くの日本人から拍手と歓声が上がります。集まった人たちは皆笑顔でトムに手を振り、嬉しそうに写真を撮ったり、英語や日本語で歓迎の言葉をかけてくれるのです。あまりのことに彼はその場であっけに取られてしまいました。冗談だろ？とても信じられない。その後のサイン会にも500人以上のファンが詰めかけました。彼は丁寧にサインを書き、一人一人に目を向けて深く感謝の意を表しました。日本人のファンたちも彼の人柄に触れ、より一層トムに好感を持ちました。このことからもわかるように、日本人はたとえ悪役でも非難したり、悪意をぶつけるために空港で待ち構えたりしません。日本のアニメや漫画作品にも多くの魅力的な悪役が存在します。例えば、アニメ、アンパンマンでおなじみのバイキンマンや、ドラゴンボールのベジータなどです。日本にはそもそも悪役だからといって、そのキャラクターを心から憎んだり、誹謗中傷をするような文化がないのです。ハリー・ポッターシリーズでもマルフォイは大人気ですし、意地悪なスネープ先生にも熱烈なファンがいます。悪役のイメージが定着し、誹謗中傷されることも多かったトム。彼はこの日本人の反応にとても驚いたのだと言います。そしてトム・フェルトンが日本を好きになった理由は、それだけではありませんでした。中国のうなぎの嫌な体験を覆してくれたのも、日本のうなぎ料理だったのです。プロモーション活動は、東京だけでなく、大阪や名古屋でも行われました。名古屋名物として有名なのが、ひつまぶしです。当然、日本のスタッフは美味しいうなぎを食べてもらいたいと考え、彼をひつまぶしを出す、うなぎ料理のお店へと連れて行きました。入ってまず驚いたのは、店の中に漂う美味しそうな香り。そして次に、目の前に運ばれてきたひつまぶしを見てトムは驚愕しました。中国のうなぎとは全く違っていたのです。大きな器の中には、ご飯の上に細かく刻まれたうなぎが乗っており、器の横には箸休めとして、お漬物やお吸い物が添えられています。その横には、なぜか空っぽの小さなお椀が置かれており、そばには3つに分かれた器に、ネギ、わさび、海苔が乗っています。トムは困惑しました。どうやって食べたらいいのか、わからない。戸惑う彼に、店員がそっと近寄り、食べ方を教えてくれたそうです。さらに親切なことに、食べ方が図解された紙まで用意されています。それによると、大きな器に入ったひつまぶしを、まず十字型に切り分け、それを小さなお椀に移し、4回に分けて食べるのが定番なんだとか。それを聞き、トムは、なんて思いやりのある料理なんだろう、と感心しました。日本のひつまぶしには、飽きないよう少しずつ味変しながら最後まで楽しんでもらう。そんな配慮がなされていたのです。
彼はワクワクしながらひつまぶしをお椀によそいました。口の中に入れた瞬間、いっぱいに広がる香り、身はふっくらとしているのに皮はパリッとして、なんとも素晴らしい食感です。お店秘伝のタレも深みとコクがあり、甘辛くとても美味しいものでした。一杯目はうなぎの味を存分に楽しみ、二杯目は薬味を加えたことで口当たりがさっぱりとなりました。薬味だけでこれほど味が変わるのかと驚くほどです。そして三杯目はお茶漬け、薬味を加え出汁をかけるとわさびが溶け出し、うなぎの油やタレと絡み合います。うなぎの柔らかさがさらに増し、一杯目とはまるで違う料理のようです。食べている間、トムの口からは簡単のため息が漏れ、ただただ美味しいという言葉しか出てきませんでした。これが本当にあのうなぎなのか、日本だけは全然違う、本当に感動だよ。ひつまぶしを食べきったトムの顔は幸せに満ちていました。トム・フェルトンが示した日本への愛と支援。その後、出演した日本の生放送番組でも彼は名古屋での思い出を語っていました。名古屋城について、日本のホグワーツみたいだと場を和ませてくれた後、ひつまぶしについても、あれほど美味しいうなぎを食べたことがないと大絶賛。同時に中国での苦い体験についても触れました。別の国でもうなぎ料理を食べたけど、ぐにゃぐにゃで生臭くて最悪な経験をしたばかりだったんだ。そこではひどい言葉や物まで投げつけられたしね。それに対して日本の思いやりあふれる料理や心は素晴らしい。初めての来日で日本を大好きになった。もっと早く来ればよかったよ。と日本の料理とファンの対応を称賛したのです。しかしこのニュースを見た中国人のネットユーザーたちは SNS などで一斉にトムを攻撃し始めました。中国で映画の宣伝をさせてもらったくせに、なんて無礼なんだ。彼が出ている映画を二度と見ることはないだろう。もう中国に来るな。少し前であればトムはこのような中傷に大いに気落ちしたことでしょう。ですが日本のポジティブな応援を受けたことで、彼は新たな自信を取り戻し、誹謗中傷されても応援してくれるファンに応えたいと思うようになったのだそうです。このように前向きな気持ちを呼び起こしてくれた日本に対し、トムは特別な愛情を抱くようになりました。そして2009年のプロモーション以降もトムは何度も来日し、日本のファンと交流を深めました。そんな中、2011年3月11日、東日本大震災が起こります。トムは日本のために何かしたいとチャリティー活動を立ち上げました。直筆メッセージの入ったチャリティー T シャツを販売し、その売上金を震災で親を亡くした子どもたちへの支援金としました。さらに被災地でタンパク質が不足していると知った彼は、宮崎県産の温泉卵2000個を岩手県陸前高田市の避難施設へ送っています。日本への恩返しに支援の手を差し伸べてくれた彼に多くの日本人が感動しました。しかしこの後、トムはまたしても辛い日々を迎えることになります。この大震災の年にハリーポッターシリーズが最終章を迎えました。これでマルフォイのイメージが薄まり、状況も変わるだろう。そう思っていたトムでしたが、彼への中傷は少しも和らぐことがなかったのです。結果的にトムはアルコール依存症になってしまい、メンタルヘルスの施設に長期間入所することになりました。退所後も体調不良が続いたそうです。しかし、そんな彼を救ったのは、日本を訪れた時の記憶でした。かつて自分を歓迎してくれた日本、その時の素晴らしい思い出が彼に生きる希望を与えたのです。フェルトンと日本の関係はその後も続きました。東日本大震災から3年後の2014年には USJ の新エリア、ウィザーディングワールドオブハリーポッターの記念イベントで来日。その時彼は、日本のファンからの応援に恩返しできることが何より嬉しい、震災で大変な思いをした人々にこの週末を楽しんでもらえればと語っています。またトムはお忍びで日本の大阪を訪れたこともあります。その時は有名人であっても静かに見守ってくれる日本人の対応に彼は非常に感銘を受けたそうです。僕の正体に気づいても誰も邪魔してこないし、写真撮影も求めてこない、一言頑張ってくださいというだけだ。日本人の温かさと優しさがトムにとっては大きな癒しとなったようです。その後、彼は再び日本への恩返しの機会を得ました。
2016年4月14日、熊本を襲った大地震。この震災の翌月、ハリウッドコレクターズコンベンションナンバーナイン、通称ハリコンに出席するため来日したトムは、熊本地震のため義援金募金箱の設置に協力しました。さらに、彼の名前入りチャリティーブレスレットが配布され、彼自身もそれを身につけて寄付を募りました。トムは熊本地震についてこのように語っています。被災された方に、心よりお悔やみを申し上げます。自分も何かできないかと思っています。日本人がすごいのは、震災後の復興に向けてみんなで協力し合うこと。お互いを助け合うことは本当に大切。2009年に日本を訪れたことで、人生が変わったというトム・フェルトン。日本人が彼の心の傷を癒し、彼と日本との間には深い絆が生まれたのです。海外の反応。この話題について、海外のネットユーザーから、たくさんのコメントが届いていますので、その一部をご紹介します。日本のうなぎ料理が美味しいのは、長年かけて洗練させてきた日本の調理方法もあるんじゃないかな。日本のおもてなしの心が、料理にも現れてるんだと思うよ。日本人が他人のプライベートを邪魔しないって、そういう面も、日本の良いところの一つだよね。日本人としては、当たり前の心遣いなのかもしれないけど。トムがこんなに辛い思いをしていたとは知りませんでした。でも、嫌われるほど悪役の演技が上手だったのでしょうね。日本のおかげで立ち直れて、本当に良かった。中国のうなぎ料理、僕は美味しいと思ったけどな。料理も行った店によるんじゃないかな。味の好みだって人それぞれだし。日本人の礼儀正しさやマナーの良さは世界的に見てもトップクラスだよね。お互いをリスペクトすることでより良い関係が築けるんだと思う。こういうところ、見習いたいと思うよ。いかがでしたか？日本人なら当たり前のように感じる気遣いですが、海外から見ると驚きに満ち溢れた文化のようです。日本のうなぎ料理が世界から高い評価を得ているのも、食べた人を喜ばせたいという日本の職人の配慮と努力の賜物でしょう。加えて、たとえ悪役を演じていたとしても、個人として尊重する。その日本人の価値観は多くの外国人を引きつけているようです。お互いをリスペクトし、相手の気持ちに配慮して行動すれば、みんなが過ごしやすい社会になるのではないでしょうか。それでは今回の動画はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。